でより簡単にデータを取り込むことができたりとか、より高度な検索のさせ方というのがあります。まあ、こんな感じでチャットボットが簡単に作れると。はい、皆さんこんにちは。a v v 場にあたです。本日はラマインデックスについて紹介していこうと思います。え皆さんチャット g p t を使っていて、自分が持っているファイルから情報を抽出して回答を生成してほしいなっていうふうに思ったことないでしょうかえ。最近チャット g p t ではプラグイン機能が 一部の優勝版のユーザーに公開されてその中で「AskYourPDF」というものがあると以前の動画で紹介しましたこれを使うとインターネット上にある PDF ファイルを参照して ChatGPT に回答を生成させることができるということでしたでもプライベートのファイルとかをいちいちインターネットにアップロードするのはめんどくさいですし情報漏えいリスクもあるので躊躇する人もいるかと思います で本日紹介する、えー、ラマインデックスというものを使えば簡単に自分の独自のファイルから Q&A を行うことができるようになります、えー、ラマインデックスってどういうものなのかっていう概要をつかみたい人とか、えー、実際に使ってみたいなっていう人は是非見ていってもらえればと思います、えー、それでは早速やっていきましょうはい最初にラマインデックスでできることの紹介になりますかなり複雑なこともできるんですけども、まあ、大きく分けると3点あるかなというふうに思います 一つ目が外部データの取り込み。二つ目がデータの構造化。三つ目が検索、Q、Q&A になります。ということで、簡単に言うと PDF とか CSV とかいろんな形式のファイルからテキスト情報を取り込んで、そのテキスト情報を参照して回答を生成させるということを簡単にできるようにするライブラリになっています。以前紹介したラングチェーンとの違いとしては、 え、ラマインデックスは外部データの取り扱いに特化しているライブラリになっています。で、より簡単にデータを取り込むことができたりとか、より高度な検索のさせ方というのがあります。また、ラマインデックスで取り込んだデータをラングチェーンの方で使用するということができるので、データの取り込み機能としてラマインデックスを使うということもできます。で、ここではどういうデータが取り込めるかということだったりとか、基本的なデータの構造化の方法について簡単に紹介していきます。<music> はい。で、外部データの取り込みとしては、こちらのラマハブというサイトがあって、こちらでどのような外部データを参照できるかということと、それぞれ Python のコード付きで取り込み方が書かれています。CSV とか PDF とか PowerPoint とか、また Notion とか Discord とかですね、非常に多様なデータが扱えるというのが特徴になります。はい。で、こちらは PDF からテキスト情報を取り込むための実装なんですけども、コードも非常にスッキリしていて分かりやすいかなと思います。 こちらは、後ほど実演してみたいと思います。はい、続いて、データの構造化の話です。でデータの構造化って何っていう人もいると思うんですけども、えーと、データの構造化っていうのは、テキスト情報を分割して、参照しやすく整理することを言います。例えば、PDF ファイルがあった時に、ここから、えーと、テキスト情報を抽出しますと。で、テキスト情報が長い場合は、例えば1000文字単位とかで分割を行いますと。で、この分割されたテキストに対して ID を振ってあげると。 あとは、各テキストをベクトル化するというところで、OpenAI の Embedding という API が使われて、ベクトル化がされます。はい、最後に Q&A ということで、ユーザーからですね、質問が来たら、先ほど構造化したデータの中で、どれが関連するかっていうのを探して、その関連する文章と一緒に言語モデルに入力すると、そして回答を生成させるという流れになります。でラマインデックスでは、この構造化するときに、特定のグループに文章をまとめたりとか、 構造化した情報から関連した文章を探すときに、キーワードでフィルターをかけるとか、そういった機能がありますで。ここでは説明しないので、もっと詳しく知りたいという方は、公式ドキュメントの方を参照してもらえればと思います。それでは実際に今回紹介した流れを実装してみたいと思います。はい、それでは早速実装の方やっていきたいと思います。でこちらの Google コラボのリンクは概要欄に貼ってますので、そちらが飛んでいただければと思います。 で、実行の仕方としては、この再生ボタンを押すか、このセルを選んでシフトエンターを同時に押します。で、一番最初の実行はすごい時間かかるかなと思うんですけども、実行が終わったらですね、こういった感じで再生マークがまた表示されます。で、これ上から順番に実行していくという流れになります。はい、続いて必要なライブラリをインポートします。で、こちらも選んでシフトエンターと。 で今回、えっ、ー、と、OpenAI の API キーを使う必要があるので、こちらにですね、えっ、ー、と、入力してもらえればと思います。はい。入力をして、えっ、ー、と、Enter を押します。はい、そうすると、えっ、ー、と、OpenAI の API キーがですね、設定されました。はい、続いて、Q、Q&A を行う PDF のファイルをアップロードする必要があります。はい、で、今回は、こちらのですね、厚生労働省の PDF ですね。はい、こちらから Q&A を行ってみたいと思います。 PDF のアップロードの仕方としては、こちらのフォルダーマークですね、こちらを押してもらって、そうするとこんな感じで画面が開くので、ここからですね、ファイルのアップロードを押してもらえればと思います。はい、そうするとこういった警告が出るんですけども、OK で。そうすると、この一般職業紹介状況、PDF というのがアップロードできました。でアップロードするときに、ここら辺に進捗マークが出てくるんですけども、まあ、これ完全に終わってから、次のコードを実行してもらえればと思います。 はい。で、アップロード完了したらこちらを実行するんですけどもで、こちらで現在のフォルダにあるファイル一覧を取得してるんですけども、先ほどアップロードした一般食料紹介状況ですね。これが、えっ、ー、と、アップロードできてると思います。で、それをですね、ここのパスのところですね、ここに読み込んでもらえればと思います。で、これやってることとしては、スライドで紹介したように PDF リーダーというものが r a m a h にあって、まあ、それを使って PDF ファイルからテキスト情報を抽出しています。 はい。で、このドキュメントの中に PDF のテキスト情報が入ってるという感じになってます、はい。はい。こちら削除して。はい。続いて、えっと、モデルの定義ということで、このラマインデックスの中では、このラングチェーンのモデルを使うラッパーをですね、使って Q&A を行っています。で、そのモデルの設定としては、このラングチェーンの OpenAI のラッパーですね、これを持ってきて、こんな感じでパラメータと、モデルネームをですね、指定しています。今 GPT3.5 のターボを使用すると。 GPT-4 使いたかったら、ここを4にしてもらえればと思います。これを実行します。はい、続いて、このサービスコンテキストというものが必要になってくるので、LLM プレディクターというところに、先ほど定義したこちらの LLM プレディクターを設定します。はい、続いて、プロンプトなんですけども、こういった感じで、下記の情報が与えられています。この情報を参照して次の質問に答えてくださいというふうに書き直しました。 で、このコンテキスト STR っていうのが、質問文を投げたときに、その質問文に関連する文章ですね。それがここに入ってくると。質問文がこのクエリ STR の方に入ってくるというイメージになります。で、こちらもこのトロンプとですね、自由に変えられるので、まあ、自分の好きなように変えてもらえればと思います。はい、続いて、データの構造化というものを行いますと。で、それがこの GPT Vector Store Index と From Documents ことで、先ほど PDF からテキストを抽出したドキュメントですね。 え、これですね。これと、あとは、えっと、サービスコンテキストということで、どのようなモデルを使うかというところで、設定したものを渡してあげます。実際の中では、エンベリングの API が使われて、データの構造化が行われています。はい、次に、この Index as Query Engine ということで、このプロンプトを設定してあげます。はい、これで一応、事前のセッティングは完了しました。で、この Engine Query で、この中に質問文を投げてあげます。 えー、有効求人倍率を教えてると。はい、そうすると、レスポンスが返ってきてるんですけども、ちょっと中身を見てみましょう。はい、レスポンスの中身がこんな感じで返ってきています。えー、これちょっと見にくいので、レスポンスだけですね、見てみます。そうするとこんな感じで、令和5年2月の有効求人倍率は1.34倍ですと。また、えー、正社員の有効求人倍率は1.02倍ですということで、ちょっとファイルの方を見てみましょう。 はい。で、ファイルの方を見てみると、有効求人倍率ですね。1.34倍ですと。で、正社員の有効求人倍率は1.02倍ということで、まあ、こちらをですね、正しく抽出できているのかなと思います。どこの情報を参照したのかというところも簡単に出力させることができます。それがですね、この response get format e d sources というところで、これをプリントするとですね、ソース2つありますと。 でページの番号としては、1ページ目と3ページ目のこの部分ですね。ちょっと切れちゃってるんですけども、ここの引き数で文字数をですね、1000とかにしてあげると、より長い情報ソースがですね、表示されたりします。はい。今ちょっと100に戻します。はい。こんな感じで簡単に検索ができます。はい。また、ラマインデックスでは、構造化してデータを保存することができます。このインデックスストレージコンテクスト、パーシストというものですね。こちらを実行してもらえばと思います。 そうすると、同じ階層のところにですね、構造化した情報がストレージファイルの中に保存されています。これですね。これ今、ドックストアとインデックストア、ベクターストアということで、各ドキュメントに対して、どういうベクトルなのかというところとかですね、そういったものがですね、JSON 形式で保存されています。ちょっとこれ中身見ても、わからないかなというふうに思うんですけども、こんな感じでですね、一回構造化すると、その情報を簡単に保存することができます。 なので、例えば今日、このデータの構造化をして、明日とか明後日とか、もう一回 Q&A やりたいなって時に、これ保存した JSON ファイルを読み込めば、えっと、一回一回ですね、エクトル化しなくていいので、まあ、API の利用コストが下がりますし、えっと、速度の面でもメリットがあるかなと思います。で読み込み方としては、こちらですね、えっと、ストレージコンテキストというもので、このストレージの中を読み込みますと。 で、そうすると、このインデックスの中に、このストレージの中のこの JSON ファイルですね、読み込んだ状態で、インデックスが作成されています。で、このインデックスに同じように、えっと、これですね、プロンプトを与えて、まあ、質問をするということができるというイメージになります。はい、最後に、これまでの流れを踏まえて、簡単なチャットボットを作ってみましたで。実装としてはですね、こんな感じになっています。で、こちらを実行します。そうすると、このテキストボックスが出てくるので、 こちらにですね、先ほどのような質問をしてみたいと思います。はい。で、エンターを押します。はい、そうすると、こういった感じで、私の質問が、まあ、有効求人倍率はということで、えっと、アシスタントの方は、有効求人倍率は、令和5年2月において、1.34倍です、というふうに回答してくれています。まあ、こんな感じで、チャットボットが、えっと、簡単に作れるというところなんですけども、まあ、ちょっとですね、これ、すごい簡易的なので、 次回ですね、もう少しリッチな Q&A のアプリを作ってみたいと思います。はい、以上でラマインデックスの紹介を終わりたいと思います。えー、この動画が良かったなというふうに思う人は、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。で、ラマインデックスで、ラマインデックスえっと、ベクトルク、ベクトル、